身を切りして一気に俺は一人で勝手気ままに暮らすでも決めてる方がいいのさ。だけどみんな俺に手錠をかけたんがあるのさ。ふざけるんじゃねえよ、どうつうじゃねえんだぜ。バカに愛想つかすよりぶん殴る方が好きさ。俺を邪魔するしきたりは人が勝手に決めたもの、それでやられたって生きてるよりはマシさ。ふざけるんじゃねえよ、やられる前にやるさ。しきたりは人が勝手に決めたもの、それでやられたって生きてるよりはマシさ。ふざけるんじゃねえよ、やられる前にやるさ。あっこにもあるここにもある言うようなウサギちゃうで。トルコの手腕アンゴラからたった今ジャンボでついたばっかりのこれ以上大きいならんちゅう純血のアンゴラウサギや。やられもやなきゃ高度成長あかんでと己の体で教えてくれたるな。見てみ、よう見てみ、ほらよう見てくれ。この目、この感触、しびれるな、おい。ルミかリンダかマリちゃんか、男なら泣いて喜ぶようなペットを嫁はんぐらずのマイペットっちゅうの、お前。なあ。よーし、今日は出血大サービスや。前期会合を一度目なし、一匹二千のところたった千円。おばあちゃん、おばあさんにどないぞ、千円。よーし、俺めんどくさい、300円。300円、トータルいいな。おっさん、300円。300円。周りを気にして一気に寄りゃ一人で。勝手気ままに暮らすでも決めてる方がいいのさ。だけどみんな俺に手錠をかけたんがあるのさ。ふざけるんじゃねえよ、どうつうじゃねえんだぜ。ふざけるんじゃねえよ、てめえの善人面を。ふざけるんじゃねえよ、いつかぶっ飛ばしてやら。ふざけるんじゃねえよ、てめえの善人面を。ふざけるんじゃねえよ、いつかぶっ飛ばしてやら。誰ぞ若い者一人選べ。何に使うんだす。鉄砲玉として宮崎へ飛ばすね。鉄砲玉。じゃあいよいよ南九州へ進出。鉄砲玉が殺される、それを口実に一気に戦争や。誰ぞええのおらんか。そうでんな。血の気が多うてクソ度胸があって
できるだけどでか音立てて弾けるやっちゃ。おっさん、そういう手伝ったろうな。それと何より大切なのは腕っぷしや。頭の割には己のことを恵まれとらんと思ってるやっちゃ。まっとう。何がおかしい。血の気が多てクソ度胸があって己のことを恵まれんと思ってるやつ言い寄りましたな。うん、心配いりまへんで。若いやつはいつでもみんなそうですせ。お前ないかにせよ。それじゃ大きな罪誰も金なんかつけへんで。何ば払っても目つぶってじーっと我慢せ。この上はな、一に我慢、二に我慢、三にしかのうて五に我慢や。それしか出ぬのならしゃあないねん。なきゃない。頑張らなくちゃ。な。この間の話やけどな。ああ、ララミーのあの助か。ああ、あらもあかんで。結婚して店辞めてもた。誰と結婚してん。ええ、店の客で車のセールスマンとか言うとったな。へっ、くしゃったり。ジェイナルラスにはかなわない。希望というなの。あなたを訪ねて。ついてないな。なんぞや話ないのんかい。知らぬ国へと私は乗る。ウサギの場合どないなっとんねん。あらんさっぱりや。4時間たっとってたったに引っきゃ。アホかお前。そうは言うても元出かけとるさかい今さら後引けんし。ウサギより犬の方がええのんちゃうか。犬、ああワンワンや。あワンワンちゃうそれっぽいや。犬どなすんだよ。ええ、こうまして産んだがな。人間のガキと違ってな、一匹二三十万するらしいで。二三十万って犬はいっぺんに五六匹は産みよるで。ああ、それおったらお前百万やけ。そこちょっとごついな。話がうますぎんとちゃうか。その代わりお前普通の犬とちゃうど。血統書付きのバリバリや。あ、それっぽいやん。よう泣くなあれも。あんないかるい。どうせ前は血統割りしゃけな、やったけたになりとるわい。やったけたか、血統書なかったらしゃあないな。希望という名のあなたを訪ねて遠い国へと。なんやこの相撲は。ついとらんな今日は。今日だけやないよ、生まれてからずっとや。ザブザブ金つけてガバガバ女とやって会うやつみんなに頭下げさせて。何を寝ぼけとんねや。100万欲しいな。そらったい。リーチや、リーチってや。さあ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 、すまん。おきに、メンタンピン一発やからならならやな。悲しみだけがあなたの道連れ。心理臭いの悪い加減にせよ。やるけ。
逃がろうかな。さあ何さらしとんねん。今のはおらせやど。もう一回やろ、もう一回。今の会生産してほしいな。冷たいこといいね。ワオキラになってる知っとるね。今日は初めからオールキャッシュっちゅうな、君や。たった2時間も読またんのか。君は君や。お前何本負けたんや。何さらすんじゃ、人の店舗。何すんじゃ、マリオ。何やろ。己の感じは己がする人んじゃい。矢口までせんとけ。4200件都合してくら。忙しいのよ今。一万ないか。負けたもん。伊藤殿出せよ。お気に。今日は本番やめとけよ。早く帰ってきて。4200件文句ないやろ。さあやるかよ。やるかよ。やるかよ。はよやるかよ。取られたの？なんとこんとこずっと高い目なんだから。ウイスキー買うたか、おい。うん。よっしゃ。なあ、わい、今度犬飼うど。犬？せや、血統書のついとらっちゃ。ゴルの人もな、ドーベルマン。あれに購買して1匹20万取られたり。いや、お前の貸してくるんねや。さすがい餌代ぐらいでもとても大したことあれん。大体かっこええねんけ。血統書好きやで、血統書。長い草つけて二人で引っ張ろうか。これがお前趣味と実益を兼ねるっちゃっちゃいけ。うまい話当てになんないよ。いつだって誰かが儲けるだけで、私たちに回ってきてたもしかないんだから。悲願だらあかん、悲願だら。それはお前この先は失敗やったけどな。お前カニ、アホンだら。大きなったらどないすんねん。お前あんだけ先代と言うてあったやろ。お前今までメサやったな。ちょっと来い。座れ。おらここへ来いじんねや。何でやってん。2回か3回か4回か。あほんざら4回も。うせや。もっとやな。何でやったんや。もういいじゃない。何がいいんじゃい。だっていつもお腹すかしてかわいそうだったのもん。あいつら僕育ってみ売れやねげ。生きとられぬんじゃ。ものにはなそれぞれ値打ちちもんがあるんじゃ。あいつら困るのが値打ちや。我はな男の丸なぶって銭もらうのだけが値打ちじゃ。なそのつら他に値打ちがあんねって言うてみ。じゃ
あんたの値打ちは何よ。あんた自分で知らないでしょ。あんたの値打ちはね、私とウサギに威張るだけじゃないか。何だチンピラのくせにって。そっちじゃないで、あのままやってみ、お前がて今頃いじるのごっくになっとるわい。我みたいな不景気な女と一緒だけ目が出んのじゃアホ。悪かったわね。じゃあ出てってよ。出ていくよ。ここ私んちだからね。出ていくよ。だこんな奴も脱ぎつけなきゃ飲めるか、アホ。さっきの話ですがね、鉄砲玉。心当たりがあんのか。いてますせ、一人。鉄砲玉にぴったりなやつが一人いてますせ。100万円の現玉に、はじきを一丁つけてやる。100万。そうや。何に使ってもええ。宮崎で思いっきり暴れてこい。骨は拾ってやる。くだらねえ毎日とおさらばしたかねえかい。100万の現玉に、はじきさえありゃ。兄貴。やるか。やりま。しとったら、オラスであんたにも刺したるわ。どうせ九州へ帰って結婚する女や。エリート社員とな。ええ格好せんでもええがな。どうせあんたかとやれたんやろ。いや、助けて、俺が。いや、いや、あ、バカ。いや、いや、よして。いや、やだ。やろうか。何さらってこのガキ。くそ。
おい、お前誰が元ね。天遊会の小池清者だ。お前はな、我らみたいにガツガツせんかったっていつやったって女だけのんじゃい。このピストルはもんじゃちゃうねんと、はい、人のばらし方教えとるか。どけ出せ、どけ出せっかい。じゃあホテルつけい。死ぬなんてハッピーな子でさ、だから天遊会が鉄砲玉を飛ばしてきた。若いやつだ。かまねえ、叩き出せ。待て、それはまずい。天遊会の思うつぼだぞ。若いやつだと言ったな。近頃の若いやつは狂犬みてえなもんだ。何するかわからねえ。どうする、やるんだ、やっちまえ。慌てるな、慌てるんじゃねえ。やつは弾けるつもりでおる。今精いっぱい膨らんどるんだ。下手に手出しをしてみ。何をしやがるかもう少し様子を見とれ。いいか、その時が来るまでやつから目を離すな。天気もええのおい。なあ。お前は天遊会の小池教師や。お前は天遊会の小池教師や。お前は天遊会の小池教師や。前は天遊会の小池清や。前は天遊会の小池清や。これや、これや、いけとるで。
座りや。そっちゃなやっちゃで。はい。ジョニクロね。せや。ジョニクロや。景気がいいのね。よかったらお前も飲みいな。あんた。やがましな、おい。ここは誰の島や。この辺仕切っとんのはどこのチンペラかって聞いとんね。ねえ、じゃんじゃん開けなさいよ。さっきからまだ一杯しか飲んでないじゃない。慌てない、夜は長いで。叩いちゃおっと。ガツガツしてからに、空になったらもう一本もらい。うわぁ、かっこいい。いらっしゃ。いかんで、そったらにゃ。お前なんじゃい。なんや。お前は天友会の攻撃教師や。あんたら、残りあんさんらに飲んでもらい。いらっしゃいませ。ごめんなさい。なんでワイノートつくそんで、笑え。
天友会の攻撃業者やって知っとんのかい。組の奴らに余裕とけ。悪い野郎ホテルに泊まっとる。用がなったらいつでも来い言うてな。知らない世界がある。孤独という言葉の中に僕も知らない世界がある。温めて温めて兄貴。どうやった昨夜や。まあぼちぼちだ。ぼちぼちじゃあかんで。ズバッといかんかい。ズバッと。ええか、西立花通りにアモールというクラブがある。南球会の杉町という男がやってるクラブや。アモールだか。そうや。何でもええ、そこ行ってあやつけてやれ。ごちゃごちゃ抜かしよったら構うことはねえ。はじきを二三発ぶっ放してやれ。どうしたビビったんかい。いい。派手に暴れるんだ。ええか、できるだけ派手にな。あれ、いらっしゃいませ。杉町や。南球街の杉町。マスターを知ってるの。素敵でしょ、マスター。まだおてへんけど、えげつな男らしいな。
銭になることだったら何でもしょらっちゃって聞いたといい。ねえ、踊らない？今日は来とんのが杉町。まだ見えてませんけど。あんなチンペラになっとる店すぐ潰れるで。で、お前らも早いとこ店買ったのがええんちゃうか？なったらわいわせしてもいいでいい。で、ほんまやで、もっか台風が東から着々と接近しつつあんねや。それも風速100メートル920メートルバルっちゅうものすごい台風や。杉町はここでどんだけでかいつらしとるか知らんけど、こんなもんに無事当たってみ、イチコロのペッシャー。お前らも悪いこと言われて、早いとここんな店やめ。流れた前に立って、この吐くいつらに傷もつけてみ、商売終わったらねぎ。杉町だけやないで、霧島会南天組、名前だけ一人前でもみんなチンペラ集まれねぎ。大阪来てみ、花の先にも引っかからんやつばっかりじゃい。なんじゃこれ、この店は頼まんも無礼のますんげ。マスターからでございます。天友会の小池清さんですね。わらなんじゃい。南球会の杉町です。おいでだと知ってたらもっと早うにご挨拶に上がったんですが、どうも失礼をいたしました。つまらん店ですが、どうかゆっくり遊んでってください。何をしとるんだよ。粗相のないようにおもてなしをせんかい。おい、待たんかい。なんじゃこの酒は。ややこしまでせんとけ。わら、こないなまですんにゃ、まだ勘弁不足じゃい。お下げしろ。こりゃどうも失礼をいたしました。貴様らないかくしゃって。飲もうかい飲もうかい、飲もう飲もう。銭は何歩でもあんねや。お前もうすぐ死ぬんや。もうすぐぶち殺されんねや。せつかな、な。逃げたらあかん、逃げたら、逃げたらあかんねや。こんばんは、犬こと聞いてや。頼むぜ。頼むぜ。なってみろ。たまったもんじゃねえぞ。まるで自分の島内みたいにのし歩いてやがる。でかい面さらしてよ。知らんと俺はどうなっても、少なくともうちの組はもう若いもん止めとけねえ。
図に乗り上がって小僧。夢みたい。あんたみたいな人が私なんか相手にしてくれるなんて考えてもみなかったわ。あら、どうしたの？何をイライラしてんのよ。この口紅の色1200円もしたんだからやっぱり違うでしょ。コータル。何を？口紅や。わあ、かっこいい。1万でも2万でもコータルない。出発。純子さんのことか。純子言うんか。マスターの彼女よ。ホステスか。ううん、東京で写真のモデルをやってたの。マスターが口説いて連れてきちゃったって話だけど、いつもお高く泊まっててさ、評判悪いわよ。どうしたの？バカに気にしちゃってさ、嫌な人。付き合め。引けや。何でもいいから一本引け。明美か。おう、わや。これから草が肉でも買うといてくれ。すき焼き食いたいねん。何？病院？
まま行かんでよ。あと20分ぐらいしたら行くわ。杉町の機嫌どうや。さあ、マスターは神戸行ってるから。神戸？でももう帰ってきてるはずよ。何しんたん。知らないわ。でも新しいお店出すって言ってたから、きっとそのことじゃない。あいつはわしらと違うて商売人やさかいな。いつでもやったるでいい。ねえ、いつまで待たせんのよ。助の頼むんちゃう。いつも言うとるやろ。どないしてん。こら、怒ったんか。こっち見てみ。こら、よーし、そのまましとけよ。出てこい。出てこんか、こら。出てこい。動くな。はい。知らないもん。やー、何すんだ、ま、こら、じっとしとけよ、お前は。それで許してくれた言わん。このバカ、アンさんの好きなようにしてください。何をされても私の方に依存はありません。その代わり大阪の方へは今日のことは黙っててもらいて。御所だから黙っててくれませんか。さあどうぞ。
小池さん。杉町、野郎を大阪へ知らせるぜ。これは偉いことになったぜ。なんで疑んだんや、九死。撃ってもたらしまいなきゃ。せやろ。あいつを撃ったら、せっかくわいが狙われた落としまいがついてまう。せやからわいは。都合のええこと抜かすな。怖かっただけや。お前は弾きをぶっ放すのは怖かったんや。いや、それよりあのチンピラがお前に見えたんや。どんなにええ格好さらそうと清司、お前はチンピラなんや。ちゃわい！田中？はい、ロビーの方でお待ちになっておられます。どこまで行ったら気が済むね。都の城。なんじゃそら。1時間ぐらいかな。静かな町よ。宮崎だといろいろ人の口がうるさいでしょ。そこで誰が待っとんね。誰も。私とあんたと二人っきり。そうか、わかったで。あんた杉町に言われてきたんやろ。ええ、今日のことは天遊会には内緒にしてくれるように、私からももう一度頼んでくれって。とにかく頼んだわよ。今の頼みやけどな、もしわいが言い合えたらどななんだ。知らない、そんなこと。私に関係ないもの。関係ないとお前、そうだったら何でわいと。つまんないよね。間違えないでちょうだい。いくら杉町に行けって言われても、私には断る自由はあったのよ。負け犬は嫌いなの。平凡な幸せとかマイホームとか、お互いに傷口を舐め合うなんてことは。杉町はあんたに無条件降伏したんでしょ。そうや。だから私来た。はっきり言っとくわ、私ってその時々の最高の男性にしか興味がないの。その時々の権力者にしか。
じゃあ後でね。お前は天遊会の小池清じゃ。最高の男性。アホか。で、下のバー行っていっぱい飲む。
割と綺麗な花嫁じゃない？どうしたの？知ってる人？まあな。あの花嫁さんにバラの花20本買うて送ってくれ。誰がらやと聞かれても分かりにいやで。釣りゃいらん。かしこまりました。女は魔物とはよう言うたもんやな。あんな、あの助な。交通事故ね。せやけどほんまにしっかりしとるで。すましたつらしてからに。あの男こそほんまにええ面の皮や。
やれやれよ、やれ。はい、はばっかい。歩け歩け歩けかい、歩けもっと歩け歩け。ほえワイト、ほえもっとや。ワン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 。これが霧島か。神様が降りてきた山よ。神様、てっぺん取らなっとんだろうな。知らない。どうや、いっぺん登ったのかい。晴れたらね。神様、やっと晴れたで、霧島行こう。霧島、霧島って子供みたいね。なあ、今10月やろ。そうよ。それも10月20日やろ。ええ。10月20日何の日か知っとるか。10月20日分かるわけないわな。小池清24回目の誕生日や。おめでとう。お祭りが後や。昼飯はお前が作ったる。一世一代の腕振るたるさかい、まあ美容体操でもしたらすかしとき、飯が済んだら霧島までドライブや。こら今日は最高の日になるで。希望という名のあなたを訪ねて。もしもし、どうや、新婚の気分は。安城って何よりやったな。ええや、そうやないけ。主人も私もここが国なものですから。けどあのこと知らんのやろ。これそや、そうでええのや。最後まで騙さなかんで。わいは口が裂けても喋るんさかいな。何やっとんねん。
貿易会社に勤めているのですけれど、昨日フランスへ赴任したんです。フランス？それで急いだんです、結婚式。けど寂しいこっちゃな。いいえ、来週になれば私も日本を立ちますから。行くのかフランス？ええ。はあ、粋なもんやな。本当に何とお礼申し上げたらよいか。どうお礼申し上げたらよろしいやら。礼やったら今質問でも構わんで。どうやねん、格好のようで言わんとき宮崎空港ではどないやったか胸に手当てて考えてみよう。礼どころは逃げるにして車乗ってねぎ。チッ、何や、いっぺんにはくさなったで。どう格好つけようと、あんたが回されとんのをこの目で見た人間がおる。そのこと忘れんときや、また押してもらおあのお客様、これをお連れ様が。あのガキ、ちょっとぐらいハグつらするもやって。宮崎、22局の2166。付き合わる一人ちゃうんじゃ、ほんたら。霧島。もしもし、明美か。わや、今な、都の城のニューグランドホテルになるけどな、すごいや。うまいもん食ってパーッと霧島までドライブ行こうかい。かっこええで。他に来たいもんがあったら何でもかめん連れてき。ごちゃごちゃ呼んだ早起きな、待ってるで。緑も呼んだろ。もう一回宮崎や、22局の6770。うまく時間を稼いだな。昨日だ。やっと昨日関西連合会が最高幹部会を開いてくれてな。正式に決まったんだな。
我々をバックアップして天遊会に対抗してくれるというのは。その通りさ。今度のことは全く杉町の力だ。当分頭が上がらんぞ、杉町には。ところで奴はどうする。天遊会の鉄砲玉は。もう遠慮することはねえ。宮崎へ一歩でも足を踏み入れてみろ。今までの礼をたっぷりさせてもらうぜ。おう、来たか。待っとったで、入り。入ったらええがな。入るよ。なんや、お前。午前中に宮崎に着いて、それからずっと探し回ってたの。誰かいる？おるわけないやろ。よし、逃げた方がいいよ。逃げる？なんじゃそら。何も知らないの？宮崎の連中が連合会を味方につけたんだよ。夢見とんのか、我々は。そんなことになったら大出入りになる。連合会にそんな度胸はあらへん。度胸のないのは天遊会の方だよ。連合会がついたんで、天遊会は九州へ来んの諦めたんだから。それ誰聞いてん？みんな知ってるよ。知らないのはあんたぐらいのもんだよ。こんなところにいるから分かんないんだよ。どこへかけんの？大阪、確かめる。やめて、バカなこと言わないで。天遊会はあんたのことカンカンなんだから。私の友達が鹿児島で働いてんだけど、そこへ行けば当分はなんとか。そうできたんか。だってあんたどこへも行くとこが。あんたら、お前みたいにわかんねえ。今度のことでわいやるだけやったん。そや、やるだけやったん。宮崎の連中が連合会と手組んだ言うのは知らんかったけど、けど人間誰かで一回二回閉じ込むこと。どけよ。大阪464の1535。今妙な噂耳にしたんですけど。そんなところで何してんねんお前。いや別に。清志、お前南九州の身内に狙われたってほんまか？ほんまです。けど向こうから詫びれてきたさかい。アホんだら、お前己を何様だと思ってけつかんねん。100万持って観光旅行へ行ったつもりでいるんかい？兄貴、鉄砲玉ってのはな、てめえで弾きを打って向こうの玉に弾けなきゃ何の値打ちもねえんだ。それぐらいのことが分からへんのかい？兄貴、わい今からすり鉢やるわ。アホ、手打ちだと言ってるんだ。戦争は終わりだ。ええか、すぐ帰ってこい。すぐ宿。ね、私の言った通りだろう。うるさい。
持ってけよ。持ってけよ。どうせ洗えんねやろ。持ってけよ。これからパーティー始まんねや。それが済んだら霧島へドライブや。邪魔やのお前は。あんたのウサギ大きくなったよ。餌山盛りにしといてきたからまた大きくなっちゃうね、きっと。アホかあいつは。胃の薬飲んどいた方がいいよ。狂い言うたやないかお前。一緒に霧島に登れてやないか。ごちゃごちゃ言うな、こんなかけんのかどっちや。よしもうええよ。もう一本の音なして宮崎22局の2166や。何何にもあんとすぐ切る。ちゃんと出るまで何べんでもかけ。とんだらんまに。おもろがっとんのかお前。うん。なや、何見とんねん。とうとう誰も来ないじゃない。霧島、霧島って何があんの。ちっとも変わってないね、あんた。誰もいないんだったら私が一緒に霧島行ってあげてもいいんだよ。カニ。せっかくやけどな、お前なんか登り山とちゃうんじゃ。神さんが俺ときゃったやまで来た。来い。どこ行くの。すぐそこや。そこにお前と一緒に霧島行くつけおんねや。お前と仕事はぐつきやで。わいが昔の間どんだけちゃうか、読みすったらせ、くんかむら。こら、はよこんかい、はよ。来い。こら、いいか、読み取れよ。ええな。おい、わいや、あげ、わいや。来い、おい、霧島行こう、霧島。霧島のてっぺん行こう、な、霧島行こう、霧島、な。話してお帰りになってください。ごちゃごちゃ言うたらあかんで。頼むさか霧島行こう。話してそのまま学校でええねやない。話してください。おい、この人です。何じゃお前ら。警察の者だ。警察。ほんとらこのガキはどういつもりでって感じちゃい。ああ帰ったな。なくさすんちゃい。わただ一緒に霧島行くって誘るだけねぎ。そのどこがあるんじゃい。どきさらって、おら、貴様は暴力地急いで対応する。来い。おパクられるもんならパクってみ。おい、来い、来い、来い。かかってこんかい。わいかて弾きくらい打てますせ。ああ、やめろ君。だいたいその嘘つき天の味方して。何が殺じゃ、何が法律じゃ、ほんとら。
そのままな。やめて。何を言うとんじゃ、さら。そのままな。やめて、やめて、やめて、やめて。もう遅いんじゃ。貴様。
都城を後にいたしまして、お車の方も霧島へと走ってまいりましょう。霧島と申しますと、皆様方も霧島温泉を思い出されることと存じますけれども、霧島温泉は海抜800メートルのところから妙盤泉、炭酸泉が湧き出、温度も50度から70度前後のものが多く、毎年観光客や当時客でにぎわっております。皆様、前方に高千穂の峰が見えてまいりました。高千穂の峰は標高1574メートルでございまして、どちらから見ても美しい眺めでございます。昔から富士は見る山、ちょっと説明の途中ではございますが、あ、お客さんどうされました？お客さん、街の中で1年前の